どうも、マサダイです。今日はですね、アツガルルが全く手に入りません。以前動画でですね、妖怪ウォッチ2、あとレジェンド1体で私レジェンドマサダイになれるという動画をやりました。慣れてない、アツガルル何者なんだあいつは。入手方法はですね、以前も紹介したんですけど、延々トンネル、鬼時間、バスターズ、そのどれかをやらないとですね、アツガルルは手に入らないんですけど、何やらね、情報によると新バスターズの方も、アツガルル手に入るということで、しかもそっちの方がですね、手に入りやすいですよという情報があったので、最近はですね、そっちもやり始めたんですけど、また手に入らない。主にですね、僕は延々トンネルのアツガルルを相手してるんですけど、一番夏気度が上がるスペシャルラーメン使ってます。しかも、取り憑かれた時のツボ押しやってます。そして仲間になりやすくなるスキルモテモテコンつけてます。Why Japanese people? 手に入らない。しかもこの間延々トンネルの距離がですね、4万メートル行きました。それでよりアツガルルとね、出会う確率もちょっと上がったんですよ。なのに Why? なぜ？しかも7月に入ってですね、妖怪ウォッチバスターズ発売日が近づいてます。私も若干焦ってます。果たして私はアツガルルを手に入れることができるのか、乞うご期待。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。